ジョン・モークリー・ジョン・ウィリアム・モークリーは、アメリカ合衆国の物理学者である。ジョン・プレスパー・エッカートと共に、世界初のム用電子デジタル計算機である、エニアックや、エドバック、ベナック、アメリカ合衆国発の商用コンピュータであるユニバック、アイを設計、製造したことで知られる。モークリーとエッカートは共同で世界初の、コンピュータ会社、エッカート・モークリーコンピュータを設立し、 プログラム内蔵方式、サブルーチン、プログラミング言語などのコンピュータに関する基本的な概念を開拓した。彼らの研究は世界で広く読まれたエドバックに関する報告書の第一総行や1946年夏に開かれたムーアスクールレクチャーで取り上げられ、世界中で1940年代後半のコンピュータ開発の爆発的な増加に影響を与えた。 モークリーは1907年8月30日にオハイオ州シンシナティに生まれた。幼い頃、父のセバスチャン・モークリーがカーネギー研究所の地球電気部門の部門長に就任し、一家はメリーランド州チェビー・チェイスに移った。モークリーは若い頃から科学、特に電気に興味を持っており、近所の家の電気設備を修理をしていた。モークリーは ワシントン DC のマッキンリー技術高校に通っていた。高校では、討論部で非常に活発に活動し、ナショナルオーナーソサイティに参加し、学校新聞テックライフの編集長になった。1925年に高校を卒業し、奨学金を得て、ジョンズ・ホプキンス大学に入学し、工学を学んだ。その後物理学科に転科し、1932年に、 物理学で PhD を取得した。1932年から1933年まで、ジョンズ・ホップキンス大学で研究助手を務め、そこでホルムアルデヒドスペクトルのエネルギーレベルの計算を行った。1933年にアーサイナス大学の物理学課長に就任した。彼は物理学科の唯一の職員だった。1941年の夏、モークリーは、 ペンシルバニア大学、ムーアスクールで電子工学の防衛訓練コースを受講した。そこで彼は研究室の講師で、以降長年にわたって、ワーキングパートナーシップを組むことになる、ジョンプレスパー・エッカートと出会った。コースの終了後、モークリーは電気工学の講師として、ムーアスクールに雇用され、1943年に電気工学の助教授に昇進した。1942年、 モークリーは汎用電子計算機の構築を提案するメモを書いた。その提案は、機械的な稼働部品を使用せず、電子技術を使用することによって得ることができる、莫大な速度上の利点を強調したものである。この提案は、ムーアスクール内で広まったが、その意義はすぐには認識されなかった。陸軍省とムーアスクールの連絡係であった、ハーマンゴールド・スタイン中尉は、 その提案を取り上げ、モークリーに正式な提案書を書くよう依頼した。1943年4月、陸軍はムーアスクールと契約し、モークリーらの提案による砲弾の射撃表の計算を加速するための電子計算機エニアックを建造した。モークリーが概念設計を主導し、エッカートがエニアックのハードウェアエンジニアリングを主導した。このプロジェクトには、 他にも多くの優秀なエンジニアが貢献した。その高速計算能力により、エニアックはこれまで解決できなかった問題を解決することができた。それは既存の技術よりも約1000倍高速だった。エニアックは1秒間で5000個の数の加算、あるいは357桁の重心数の乗算をすることができた。エニアックは加算、減算、乗算、助算,算、平方根、 入力、出力関数、条件付き分岐のシーケンスとループを実行するようにプログラムできる。プログラミングは当初パッチコードとスイッチで行われ、再プログラミングには何日もかかった。1948年に再設計され、記憶されたプログラムをある程度速度を落として使用できるようになった。死後の2002年にエニアックに関する業績に対して全米発明家電動に 電動入りした。エニアックの建造を開始するため、設計は1944年に凍結された。エッカートとモークリーはすでにこのマシンの限界を認識しており、エドバックと呼ばれる二代目のコンピュータの計画を開始した。1945年1月までに、彼らはこのプログラム内蔵方式のコンピュータを作る契約を獲得した。エッカートは、 プログラムとデータの両方を格納するための水銀遅延線メモリを提案した。その年の後半、数学者のジョン・フォン・ノイマンがこのプロジェクトについて学び、工学的な議論に参加した。フォン・ノイマンはエドバックに関する内部文章を作成した。ノイマン型アーキテクチャという用語は、フォン・ノイマンが作成した1945年6月30日付の文章、エドバックに関する。 報告書の第一走行から生まれた。この文書を受け取ったゴールドスタインは、エッカートとモークリーへの言及を削除し、フォンノイマンの名前だけが書かれた状態でこの文書を関係者へ配布した。この文書により、そのアイデアが当時はまだ非常に少なかった世界のコンピュータ設計者の間で広く知られるようになった。 ゴールドスタインが第一走行からエッカートとモークリーへの言及を削除したことで彼らは不利益をかぶった。エニアックの特許アメリカ合衆国特許第312万60 606号は1947年6月26日に出願され1964年2月4日に付与されたがその後の裁判により1973年に無効とされた。その原因の一つとして 1> 第1走行でエドバックの設計詳細が一般公開されていたことが挙げられている。エニアックが発表された直後の1946年3月、ムーアスクールは将来及び過去にムーアスクールで行われたコンピュータ開発に対する商業的権利を得るために特許ポリシーを変更することを決定した。エッカートとモークリーはこれは受け入れられないと判断し、 ムーアスクールの職を辞任した。しかし、ムーアスクールからすでに受け負っていたコンピュータの設計に関する一連の公開講義は行った。1946年7月8日から8月31日まで公開講義コースデジタル計算機設計のための理論と技術が開催され、エッカートとモークリーを含め19人が講義を行った。エドサックを構築したケンブリッジ大学の モーリス・ウィルクスなど多くの参加者が後にコンピュータを開発するようになった。1947年にエッカート・モークリーは世界初のコンピュータ会社エッカート・モークリーコンピュータを設立しモークリーが社長に就任した。彼らは後にユニバックと命名されることになるエドバック2を構築するために国立標準局と契約を結んだ。業務用に設計された 世界初のコンピュータであるユニバクは大容量記憶装置用の磁気テープなどの多くの重要な技術的利点を持っていた。暫定的な製品としてイムックは小型のコンピュータであるベナックを製造して納入したが、それでも財政状態は不安定だった。イムックは1950年にレミントンランドに買収され同社のユニバク部門になった。レミントンランドは スペリーと合併してスペリーランドとなった。イムックの歴史の極初期にモークリーは計画されたコンピュータシステムのプログラミングの責任を引き受けた。1944年と1945年の国政調査局の代表との議論、1945年と1946年の統計、天気予報、様々なビジネス上の問題に興味がある人々との、 議論から、モークリーは彼らの目的を達成するソフトウェアを新しいユーザーに提供する必要性を感じ取った。彼はシステムの使い方を訓練しない限り、コンピュータを販売するのは難しいだろうと考えていた。そこで、イムックは1947年初頭に、コーディングに興味を持った数学者のスタッフを集め始めた。モークリーの関心は、 コンピュータのアプリケーションおよびそのアーキテクチャと構成にあった。彼はエニアックやその後継のコンピュータでのプログラミングの経験から1949年にプログラミング言語ショートコードを作成した。これは実際にコンピュータで使われた世界初のプログラミング言語である。ショートコードは数学的問題のための疑似コードインタプルタでありユニバークアイト 2で実行されたモークリーは、プログラミング言語が重要であるとの考えから、ユニバク用のコンパイラを開発するために、グレースホッパーを雇うことにした。モークリーは、プログラムするという動詞を初めて使った人物であると言われている。ただしこれは、エニアックのプログラミングについてであり、現在の意味とは異なる。1959年、モークリーは、スペリーランドを退職し、 モークリー・アソシエーツ・インクを起業した。モークリー・アソシエーツの注目すべき成果の一つは、自動建設スケジューリングを提供するクリティカルパス法の開発である。モークリーはまた、1967年にコンサルタント組織、ダイナトレンドを設立し、1973年から1980年に亡くなるまでスペリー・ユニバクのコンサルタントとして働いていた。 モークリーは生涯コンピュータに関わり続けた。彼は、アソシエーション・フォー・コンピューティング・マシーナリーの創立メンバーであり、会長でもあった。また、ソサイティ・フォー・インダストリアルアップライド・マスマティクスの設立を支援した。ジョン・モークリーは、長い闘病の後の1980年1月8日、ペンシルベニア州アビントンで、心臓手術中に亡くなった。 1930年12月30日に結婚した最初の妻、メアリー・オーガスタ・ワルズルは数学者で1946年に歴史した。1948年、6人の元エニアックプログラマのうちの一人であるキー・マクナルティと再婚した。モークリーは数々の賞と名誉を受けた。彼はフランクリン研究所、全米技術アカデミー。 経営近代化協会の終身会員だった。1957年に IEEE、e、の前身である無線学会のフェローに選出され、アメリカ統計学会のフェローにもなった。彼はペンシルベニア大学とアーサイナス大学から名誉博士の学位を授与された。彼はフィラデルフィア賞、スコットメダル、IEEE、e、エマニエル・アルピオーレ賞など多数の賞を受賞した。 ありがとうございます。